などサッカーで一番重要度低いポジションは？この質問で役をあぶり出せるらしいよ。サイドバック。これ実は GK なんだよね。アンカーやろがい。森保ジャパンで答え出てる結論、トップ下理由は機能しなくてもベスト16までいけてるから。今までトップ下にこだわり続けた日本サッカーに対して皮肉になった形。その割に当のポルチがワールドカップ終わった後の親善でまたトップ下こだわって 4-5-1 で勝ち点落としてんのがう。森保が 4-2-3-1 にこだわってるのは JFA がバイエルンと提携したからと推測してる。ビルドアップできない森保ジャパンですら、トーマスパーティーがボランチに入ったらビルドアップできるようになるはずなので、ボランチ。褒めによる10人になった場合交代されるのハマー攻撃的ミッドフィルダーだな。実は GK とか？GK は一番補強に当てたい部分だから重要度は一番だぞ。どうにかなるのはトップ下かトップかどちらかだ。GK こそ最重要だぞ。特に今のサッカーだと後ろで繋ぐから足元下手な奴は論外。もしよければ、チャンネル登録お願いします。